ご機嫌いかがでしょうか。ジョン・カビラです。今日はフレンドリーマッチ、アルバセテ対ミレヌ。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。アルバセテ、前評判ではかなり有利な状況と見られているんですが、いかがでしょうか中西さん。はい、ミスをせずに自分たちのサッカーをすれば問題ないと思います。今日の主審はハート・ホワイトさんです。さあ試合が始まりました。さあ立ち上がり注目してまいりましょう。強引に行きます。ここはホンテルビ、激しい攻防です。主審の笛が鳴りました。これが今日最初のファウル。そしてここはプレイ、下げてここはリード、右へ出した。そこからアダイウトン、右サイドバックヘリエドゥンベ、つないでヘリエドゥンベ、左へ回して前に出した。アルバロルビオ、ここからモモ、スライディングタックル、フォワードルベン・カストロ。アルバセテ立ち上がり、ここまでご覧になっていかがでしょうか中西さん。まだスコアに大きくはないんですけどね、期待できると思いますよ。アルバセテ前半も半ばに差し掛かりましたが、まだシュートシーンが見られません。ちょっと慎重になりすぎてますね。縦に出したダイレクト、前に送ってレドン、ボローが欲しいところ、ボールはゴール前、頭でクリアします。前半30分を回ろうというところ。モスカール、ボールを持っているのはヘリエドゥンボ、回してリード、ボールはサイドから、自分で持っていく、さあ打っていった、今度はポストの左。やっと試合が動き出しましたね。多分この試合で初めてじゃないですかね。そのようですね。ここでシュートを最初に放ったのがルベン・カストロ。ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュートを打っていません、もっと積極的に打っていってほしいですね。そしてルベン・カストロ、おっと上がなりました。アルバセテ、ここからの直接フリーキック、そのまま狙った、これはキーパーキャッチです。レドン、果敢に奪いに行きます。ロスタイム1分を切りました。右に送って、左に送って、笛が鳴りました。前半終了。ミレヌ、後半はどのあたりがポイントになるでしょうか。相手にだいぶ抑えられていたんで、いかにしてこの守備をこじ開けるか、そこだと思います。後半戦が今始まりました。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。アルバセテ、右から上がっていった、
スローインするのはガスパール。中に2枚ゴール前入れてきた。鉄壁の守りを見せます。クリアが小さい。よく守ります。ミレン後半立ち上がり押してますかね、まだ得点はないんですが期待できますね。遠くからいった。先制のチャンスだ。あっと笛が鳴りました。ファールです。さあ蹴るのはカルストロン。いいゴール前に切り込んだ。いいディフェンスです。あっと危ないプレー。この位置から蹴るのは直接狙った。止められはしましたけど積極的に攻めてますよ、いい形でしたがここはキーパーがっちりキャッチ。いいですね。いい読みでしたよ。後半の半ばに差し掛かったところですがいかがですか中西さん、はい、ワンチャンシュート。硬い守り。ここはルベン・カストロ。そしてここはハイム。キープ力には評判のある選手。そこからルベン・カストロ。ゴール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 。アルバセテこの時間帯でのゴール。ルベン・カストロようやく決めました。試合の流れが変わりました。先制点となりました。ここで相手が何らかの対応をしてくると思うんでそれに対してどう動くか鍵になると思います。そうですか。ここからのフリーキック。ミレン今のところ1点を追うという形です。これをどうご覧になりますか。チャンスはあるんですけどね、あと一押しじゃないですか。はい、ファールです。直接フリーキックです。素晴らしい集中力。縦へ。うまくスペース消しながら守ってますよ。レドン。ドゥドゥ。必要なチェック。プレッシャーを与えます。ゴール前を狙っています。いいところ出ました。ミドルシュート。今度はどうだ。キーパーナイスキャッチ。直接来た。これはブロックした。ヘディングシュート。キーパーキャッチ。ロスタイムは3分ほどあります。オフェンシブハーフカルストロ。ここで笛です。1対0アルバセテ1点差で勝利。逃げ切りました。いや中西さん後半でようやく試合が動きましたね、はい、前半はちょっと膠着状態でしたからね。アルバセテとしては最後まで集中が切れなかったことが今日の勝利につながったと思います。